本動画では、ボールフィーダーについて説明します。はじめに、E カタログ、タイプ別モデル、フィーダーズ、ビジュアルコンポーネンツをクリックします。ボールフィーダーを 3D ワールドにドラッグドロップします。 先ほどのフィーダーからコンベアを一つ外して、ボールフィーダーと PNP で接続します。シミュレーションを実行します。ボールフィーダーには多くのフレームが定義されており、 生成されたパーツはこのフレームに従い側面に沿って移動します。規定タブについて説明します。シンプルモードはシミュレーション実行中の動作が変わります。エネイブルドにすると動作が簡略化します。 ボールフィーダーは、あらかじめパーツを規定タブのパーツインボール分生成して、その後インターバルを挟みながら、一つずつ流します。画面では、値を10に変更したため、ボールフィーダーが一度に生成するパーツの数が10個になりました。 ボールゴールアングルは側面の角度を設定します。設定できる範囲は5から75です。ベースプレートハイトおよびベースプレートイドスはフィーダーの底の部分の設定になります。 スパイラルはパーツの回転方向を定義します。パーツはプロダクトから選択します。選択できるのはヘキサゴナルナットとアタッチドパートの2種類で、サイズや VCID については他の2タブから設定できます。以上でボールフィーダーの説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。